はい、8080インディーゲームのです。コアキーパー第3回目なんですけど、銅のインゴットをいろいろ手に入れたので、銅のインゴットでできることをちょっと確認していきたいと思います。ここの作業台で作れるのは銅のインゴットで、ね、20個くらい手に入れたから、今このサルベージ修理台を作って、ブリキの作業台にアップデートしたいんですけど、銅のインゴットは OK で、ブリキのインゴットは必要。ブリキのインゴットを今度集めてこなきゃいけないみたいですね。基地系はちょっと一旦置いておこう。で、それ以外に浄炉か、種と土に水をまくことができる。これ作ってみましょうか。で、あとちょうどね、銅のツルハシが壊れちゃったんで、これ作っておいた、これを使って、何ができるのか確認したいと思うんだけど、銅のツルハシをここに入れればいいのかな？で、サルベージ、道具武器装備をサルベージすれば、ガラクタ部品や製作に使う素材が手に入る。修理。強化。修理してみるか。修理。何が減った？これか。ガラクタ部品が減ったんだ。そういうことね。ツルハシを直すためには、ガラクタ部品が減っちゃう。銅のインゴットからもう一回作った方が良さそうだね。あ、あと、防具にも耐久度があるんだ。あんまりダメージ食らいすぎると、耐久度がなくなっちゃってもしかして壊れちゃう？これはちょっと今知ったわ。初めて知った。注意しないといけないですね。で、かまどは良くて、じゃあ、なんか農地を作るためのもうちょっと、開拓してみるか。こんな感じで今マップちょっと広げたんだけど、結構広げたよね。ちょっと下の方にね、水があるっぽいんで、ちょっと下の方を開拓していきたいなって思ってます。このゲームツルハシがなかったらシャレにならんぜ。ここら辺水があるから、水をうまく利用して農地を作るって感じかな。水がなかったら始まらんもんね。水が近くにあるのはいいことと捉えた方がいいのか。で、ザコちゃんたちだいぶ倒せるようになったから、ちょっとここら辺砂の壁をちょっと取り除いて、裏。連続でね、ダメージ。連続でね、攻撃される前にさっさと倒しちゃった方がいいってことに気づきました。そんなに耐久度高くないから向こうが。さっさと倒す。無理してヒットアンダーウェイせずに、さっさとやる。その方がいい。で、水をね、いろいろ探して、ハートベリー手に入れたぞ。ハートベリーを手に入れた。スライムとかも手に入ってるんで、あ、ハートベリー、食べ物プラス9か。いいね。ハートベリーとか、あと種がね、何個か手に入るようになりました。あといろいろ手に入ってるんだけど、敵を倒すとね、なんかいろいろ手に入るみたい。アウト。気をつけよ。マジでめっちゃ暗いから。これなんだ？爆弾ピーマン、怖っ。危険すぎ？どれくらい広いんだろう。ここら辺ちょっと橋渡して向こう側に行けるようにしたいかもな。まあ、特にね、考えすぎずにガンガン作ってこうでいいかな。最初だしね、あんまり考えすぎずにガンガン作っていきたいなと思います。あんまり計画立てすぎても、ちょっと僕もね、サンドボックス系のゲーム全然慣れてないんで、計画立てすぎて何もできないが一番ちょっと悲しいんで、どっちかっていうとガンガンやってこう。お、なんか光ってる鉱石かなんかあるぞ。あれ取ろう。取りたい。これえっ、ー、と、発酵チューリップの種。発酵チューリップか。光る植物って感じね。どんどん置いていかないと。道しるべにならんからね。道にどんどん置いてって。どうだろう。だいぶこの川があれなんだろう。気になる。青い岩。いろいろ手に入るようになってきた。
おお、だいぶ長いぞ。下にね、あの真四角の拠点かなんか作ろうかなと思ったんだけど、下に川ががっつり流れてんのよね。だからどうしようかなと思って、拠点っぽい本当に真四角の農地みたいの作ろうと思ったんだけど、真四角にさ整地しようと思ったんだけど、いやこのままじゃできないや。 OK、 来た来た来た。これ壊せるかな。ブリキの戸籍、これだ。農民の墓地手に入れた。これか、マジでナイスだ。ブリキ系はこれか。これも壊せるか。ブリキって感じじゃないけどな。お、なんか石回りがだいぶあるな。これも壊せるのかな。いや壊せないね、硬すぎんのか。これは単純にアイテム的に、アイテムのあれが足りないのか。ちょっと待ってよ。でこれ取ろう。機械の部品か。機械の部品ね。なんかあれできるものあるか。一旦戻ろう。なんかいろんなアイテム手に入れたぞ。ルーラかリレミトが欲しいぜ。で、あ、こんなとこになんか何作っちゃってんの。で、どうしようかな。これ系、インゴット系を、鉱石をさっさとインゴットに変えちゃって、これか、ブリキの鉱石も1個しかないか。粘土の壁の中でよく見つかるね。機械の部品とか、ここら辺、貴重品とか何に使うのかいまいちわかんないですよね。でこのかまどでキノコ20とキノコ20かスライム入れられる。爆弾ピーマンと危険すぎだろ。ハートベリー、これどうなる。キノコ20個なくなっちゃうのか。1個と1個で使ってキノコのベリープリンっていうのができた。まさかプリンになったわ。でこれ1個取り出して、でキノコも取り出して、そういうことか。ここの中からここに入った時に1個、でも19個と19個同士で掛け合わせたらここは19になるかもしれないね。ベリープリン食べちゃおう。おう、ナイスナイス、結構回復する。でブリキの宝石を使ってブリキ系のやつをもう探しに行かなきゃいけないの。もうどう、もう同系卒業早いな。ブリキのインゴット、火事に使う硬いインゴットだって。でこれが手に入ると、違う、これブリキのインゴットあと15必要だぜ。じゃあどんどん開拓していかないといけないね。まためちゃめちゃめちゃくちゃ伸びてるわ。ここら辺にあったからこっち側今度行ってみるか。しっかり松明置いて、ここら辺をねしっかり崩して開拓していこう。水も多分どっかで使うよね、絶対ね。まだ分からんことが多いな。まあそれを知っていくのはこのゲームの楽しみだから徐々に覚えていこう。なんかいろいろアイテム手に入ってるけど、スライムちゃんたちを倒してていろいろアイテムが手に入ってるけど、おっと、なんかダメージ食らったぞ。このキノコ野郎結構強いんだよな。 OK、ちょっと緑がめちゃくちゃ洞窟なんだけど、なんで光がないのに緑生えてんのよ。これも気になる、神秘的なこの洞窟最終的にどうなっちゃうのかめっちゃ気になるね。
で、スコップで回収。で、このバツ印のついてるとこスコップで掘ると、なんかね、アイテム取れるんですよね。なんか今何出たけど、ちょっと木の釣り竿を、いつの間にか手に入れてるじゃない、木の釣り竿を。びっくりした。スピードの判定なんだ。移動スピード、左手を左手に装備できるって。左手に装備か。いや、ランタンの方がいいな。アクセサリーじゃないんだ、これ。間違えて閉じてしまった。ブリキのインゴットがなぜか手に入っている。ここら辺芝の壁とかいらないかな。一旦捨てちゃおう。で、これ何なの？ケーブリングの骸骨。全く何なのかわからんが、とりあえず。いろいろアイテムが。小物がめっちゃ増えてきたな。何なのかわかんないけど、今のところブリキのインゴットだけ手に入ればいいかなって思ってるんだけどね。なんでかっていうと、ややこしいからさ、いろいろ手に入っちゃうと。一つ一つ回収していきたい感じ。いやー、ツルハシめっちゃ楽しいわ。ここにスラーたちがいるよな。なんだろうこれ。耳をプレート。お、死んでしまった。また戻ってきちゃったよ。あれ、アイテムはなくなってる。アイテム全部なくなっちゃうの？ここに持ってるやつ？マジで？それは気づく、知らなかった。持ってるやつ全部なくなっちゃうの？嘘。ブリキ系全部なくなっちゃったの？自分はここで死んだ。一旦ここに戻ってみるか。危ねえ。かなり死にやすいから本当にダメージ気をつけないと。ダメージ量が半端ないんだよな。でも銅のインゴって余ってるから銅系の装備作るか。銅系の装備を、兜。作れない。まあいいや。で、結構もうやばいからそろそろ作り変える時だから。おう。急に騎士っぽくなった。OK？ 騎士っぽくなったね。で、装備品いらないから、こっちに入れて、サルベージ。ガラクタが手に入ったと。で、こっち進めこう。その方が安心安全でしょう。で、キノコちゃんがいるから OK。 で、墓石、あ、で、墓石を壊すとその中にアイテム手に入れられるんだ。お、なんか一気に手に入ったわ。死んだ先になんかすごい手に入れたな。死んだ先に宝箱を落とすって感じか。一気に戻ってきたぞ、アイテムが。そういうことね。しかし一気にアイテムがいっぱいになっちゃったから結局戻るしかなくなってしまった。マジで今回はブリキのインゴットを手に入れるところまで進めましたが、こう掘り進めた気がする。ようやく今回ブリキのインゴットをようやく見つけたから、次回このブリキの作業台を使ってより良い質のね、いいものを作っていきたいと思います。また次のコアキーパーの動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンで応援お願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ここまでは ATAT インディーゲーム沼でした。